お兄さんは今日は秋葉原へ何しに来たんですか？仕事の休憩中なんですけれども、いつもよくここに秋葉原に遊びに来たりします。あ、そうなんですか。何の仕事をしてるんですかって聞いて。飲食の仕事をやっております。飲食ですか。へえ、いいですよね。なんかそのお宅のお店ではなくて。じゃなくて普通の。おお、なるほどです。ありがとうございます。じゃあお兄さんはお宅ですかね。そうですね、お宅ですね。一応何がハマってますか。あちらに飾ってある東方プロジェクトの。そうですか、いいですよ。ちなみに一番好きなキャラとは。ここにはいないんですけど、あのフランドスカーレットと、はい、あと藤原のモトと、あと一番左にあのハクレイデイムっていうキャラクターが一番大好きで。はい、実は私その3つのキャラクターをコスプレやってまして。あ、そうなんです。コスプレやなさん。へえ、すごい。なんか写真とかありますか。はい、よろしければ。よかったら見せてください。こういう形で。めっちゃ可愛っぽい。すごい可愛い。レムちゃんだ。すごい。ね、でこのコスプレイヤーさんとして活動されて、はい、なんかそういうのってその SNS とかされてるんですか。はい、やらせてもらってます。でそういうのって紹介させてもらうことってできるんですか。あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。ぜひ教えてください。はい。君のお宝物は何ですか。お宝か、まあ、大体なんかその東方プロジェクトのフィギュアとか CD とかですかね。おお、じゃあ結構コレクションがいっぱい持ってるということですね、はい。ちなみにオタク活動は普段月はいくらぐらいになりますかね。月に大体、まあ、ゲームセンターで遊びに来てるっていうのもあるんですけど、ね、大体なんかもう遊びに来て1万円ぐらいとかを使っちゃったりしますね。一番の高いものとかは何ですか。一番の高いものは、いろいろ買ってきてるのでちょっとわかんないんですけど、やっぱなんか大体 CD とか買っていったり、フィギュアとかそのタペストリーとかを買っていくと、もうなんかいつの間にかすごい部屋の自分の部屋の周りが結構。あと外国の人に教えたいポップカルチャーは何でしょうか。ポップカルチャー、うん、と言いますとやっぱり東方ですよね。あと最近流行ってる東京ディベンジャーズとか。あ、そうですよね。あとウマ娘とか。あ、そうですよね、そうですよね、はい、結構人気ありますよね。あなたの嫁、はいはい、を教えてください。まあ、一番のフランドールスカーレットちゃん。やっぱりスカーレットさんだ。すごい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ではこんにちは。こんにちは。私はポカルツが大好きなイタリア人です。よろしくお願いします。ゆりこたいがです。では今日は何、秋葉原に何に来てるんですか。ですね、ちょっとお買い物。ですね、お買い物。何が買いましたか。そうですね、ちょっとここですね、はい、ここにとか。ああれ、仮面ライダー。仮面ライダーとか好きなんですよ。仮面ライダーが好きなんですか。はい、特撮系大体好きで、仮面ライダーとかもそうですけど、レンジャーとか。はい。一番のお宝物とかは何ですか。宝物ですか、うん、そうですね、一番の宝か、特に好きだった、うん、例えば戦隊の、うん、あの変身道具ブレス、うん、あるんですよ。それを大事にというか、あの一番気に入ってますね。一番気に入ってますね。え、何レンジャーのものなんですか。大丈夫かな。レンジャーなんですけど、結構昔のやつなんですよ。あ、教えてもらってもいいですか。翔英さんとかってわかりますか。翔英さんか、あのタレントの翔英さん、ね、そうですね、その人が、あの前やってたんですよ。マジか、ここだけこうなりますね。あ、でもなんか
オールドスクールですね、結構オールドのやつですね、これがもうオールドスクールですね。90年代、誰にもパワーレンズスが、ああ、そうですね、それのされてたんですよ。特撮ファンって女性と男性ってどっちが多いの？やっぱ男性の方が、ね、間違いなく男性だと思いますけど、なんか一時平成ライダーの女性人気ってやっぱそれは、はい、イケメンが増えたからっていうのはあるんですよね。子さんだとやっぱり子さんがやっぱりいるので、やっぱり男性は多いと思いますけど、やっぱ男性のファンが多いんですね、はい。外国人の人に教えたい、ポップカルチャーは何ですか？教えたいポップカルチャー、はい、多分海外の人って特撮ってそこまでメインカルチャーじゃないじゃないですか。どこが魅力かちょっと教えてあげてもらってあのヒーローものとかってやっぱり外国とかにもあると思うんですけれども、はい、あの悪い人を敵がやっつけるっていうところなんですけど、それのアップドッチというか、 なぜ悪を倒すかとか、うん、昔は悪を倒すっていう完全懲悪のみだったんですけど、うん、時にそれが違ったりするんですよね。なぜその人それを倒さなきゃいけないかっていうのとかが、なるほど、深いですね。一番これは面白かったみたいなってどういうものですか？ AI っていうかロボット、はい、アンドロイドとかのロボットが仕事の中でも、うん、もう人と同じようにで学習しながら生きている中で AI 自体が悪意っていうものを覚えていったりするんですよね。でそれで暴走してそれをやっぱ排除するっていうとかいるんですけど、そうなると Android 自体が悪いものみたいになってくるのか、いやそんなんじゃないよ、 AI にだってちゃんと心があるし、その暴走する兵器じゃないっていうことを伝えたり、AI の人権問題みたいな、人権だったり、いや面白そう、すごいですね。